岡空港まで飛行機、博多から五島まで久しぶりの夜の船旅です。このフェリーの切符の発売は21時0分と遅いです。博多港出港は23時50分、そして21時15分から乗船です。乗船するとそれぞれの客室で早くも睡眠です。気がつかないうちに五島列島に向け出港しています。翌朝は五島列島の始末隊に航行。翌朝8時15分に五島福江に着岸。やってきました福江。まだお城には早いので港周辺をうろうろします。なんじゃあの船は。福江港に停泊してる変な船。上等はな、灯台としての役目のほか、福江城を築く際の波よけのために作られたと言われている。160年経った今でも激しい波や風に耐え、出入りの船舶を見守り続けています。港から歩いてすぐに福江石田城跡。今は城の周りは埋め立てられ市街地ですが、当時は三方海に囲まれた海城だった。城の裏門である池出し門と石橋、石垣の上の土塀のデザインが独特ですね。五島藩主後藤氏は江川城を焼失して以来陣屋住まいでしたが、江戸時代後期には異国船が頻繁に五島灘を往来するようになって、幕府から築城の許可を得ました。よく池出し門を入ると内間姿、ここからは二の丸。二の丸跡には五島市庭園があります。正門になっている。本丸の表門跡、大手門。本丸は五島高等学校になっており、見学者はここまでです。本丸石垣。本丸は外国船の砲撃を恐れて低層になっているとか。外堀にやってきました。
にヤグラモンがあったようです。ほとんどのずら積みですが、この部分の石垣は切り込み剥ぎで築かれている。観光歴史資料館。当館は平成元年に二の丸跡に建てられ、五島の歴史や文化に係る資料を展示しています。北海道の松前城とこの城は江戸時代最後の城郭であった。築城5年後に明治維新となり、城郭解体の指令を受け解体された。その後本丸跡に長崎県立五島高等学校、北の丸跡に五島観光歴史資料館や五島市福江文化会館が建てられ、二の丸跡には五島市庭園が王子の姿を今に伝えている。帰りには武家屋敷通りを散策しました。寛永11年、第22代五島家当主で2代藩主の五島森俊は、藩主権力強化のため在郷の家臣団174家を城下に強制移住させ、芸能分離を進める福江直りといわれる政策を推進しました。当時ここには30から40国の五島藩に仕えた中級武士たちの屋敷が並んでいたといわれています。かつて中級武士階級の居宅が並んでいた武家屋敷通りには、今も鯉石垣の塀と役位門が連なっています。今は石垣と役位門が残っているだけですが、雰囲気があります。武家屋敷通りふるさと館に入ってみました。写真パネルで福江の歴史を紹介する展示コーナーや、バラモン凧の絵付け体験、貝殻フォトフレーム作り、ステンドグラスキーホルダー作りなどの体験コーナーもあります。武家屋敷通りふるさと館は、その武家屋敷通りの自指定史跡福江武家屋敷跡に遺構を生かして作られた木造平家建ての観光拠点施設です。ところで福江直りを始めた頃に大阪冬の陣が起こるとともに、慶長19年8月に居城の福江江川城が原因不明の火災によって全焼し、城下の家臣宅も累焼して、福江直りは振り出しに戻ってしまいました。五島家は戸玉小藩にもかかわらず、豊臣の姓を下賜される豊臣御子の大名ですが、後に大浜門戸が暴露したところでは、徳川家と豊臣家のどちらが勝ってもいいように書状を用意して両天秤にかけていた。小藩が生き残る知恵とも言えるのかもしれません。坂入の狙った通りに大阪に着く前に大阪城は落城し、豊臣家は滅亡した。ところで大浜門戸とは、家中を二分するお家騒動を起こした人物で、元和5年に後継問題と森俊の失政をめぐって幕府に直訴した事件です。五島の武家屋敷の特徴は、なんといっても石垣塀の上に積んでいるこぼれ石と称される丸い石。石垣の上の丸い石は固定されていないので、賊が登ると転げ落ちます。また石を投げて武器にします。上部にこぼれ石といわれる丸い小石を半円型に積み重ね、その両端をかまぼこ型の脇石で止めるという、日本で数箇所しか確認されていない独自の作りになっています。丸石の石垣と上のこぼれ石を眺めながら武家屋敷通りを後にしました。